大輝です。あのお菓子の森永さんが、なんと消費者に向けて宣戦布告をしてきました。騙されちゃうチョコボール。見てください。真の開け口を探せ。開け口？開け口？いっぱいあるんですよ。この箱の謎を今回は検証していきたいなと思います。もうここはね、普通に開くと思うんですよ。こうやって。ここからでしょ？従来のチョコボールだったら、ここですよね。開け口。あ。え、開いたけど。はぁ、そういうことだ。残念。他の開け口、探してね。こういうことなんだ。ここ行ってみましょう、ここ。開け口。よいしょ。あ、開いた。こういうことらしい。おめでとうクエ。慌てちゃダメクエ。ってことは、ここにもあるんですよ。ここにも。開け口。え？真の開け口は近い。出てこないんすね。こっちを開けると。こっちは出てくるけど。あ、見てください。なんかこれ。剥がせるようになってる。あ！ここが真の開け口。騙されたわ、今。ここかと思ったけど、ここも出てこないんだ。なるほどね。これ全部この構造なんですかね。もう一個あります。いつものくちばし。じゃがじゃん。残念。ここ。開け口。でーん。おめでとうクエ。慌てちゃダメクエ。一緒だ、これ全部。真の開け口は近いクエ。ここが開け口なんですね。なんだ、全部一緒だ。結果、じゃじゃーん。こっから出てくる全部大輝でした。イエイ。手終わると思うじゃないですか。じゃあそんなことはどうだっていいんだ。僕が一番気になってるのはこれ。入館詰出た。ぜひともこれを当てたい。大人買いしてきました。全部開けていきたいと思います。20箱の中にどれだけエンゼルが入っているのか、これを今日は検証していきたかった。1個目っていうか、もう3つ目。じゃん、外れ。こんな感じで20個全部やっていきます。じゃんじゃん。6つ目、オープンオープン。いない。オープン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 。13個目。オープン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 。すっごく開けづらいんですよ、これ。ほら。オープン。19個目、オープン。ラスト20個目、オープン。うっそ。うわー、ショックだわー。クエクエクエチョコボール。検証の結果、チョコボール一箱買ったとしてもエンゼルが必ず入っているとは限らない。当たった方いたらコメント欄にでもこんなの入ってたよっていうのを教えてくれたら嬉しいなと思います。以上、チョコボール大輝でした。クエー。